オッソーラ勇者。プリパラのローソンコラボのプリチケの紹介と。オッソーラ勇者。プリパラのローソンコラボのプリチケの紹介と。名残惜しいんだけど。プリパラの筐体から出てくるプリチケの紹介は、今回で最後にするわ。まあ、プロモとかはまだ紹介するかもしんないんだけど。オラはこれでおしまいだ。3月は別れの季節だからな。ちなみに、これがオラが一番最初にゲットしたプリチケだお。ハートフォーマリオネットミューサイリウムヘアアクセ。前は読めなかったけど、もう読めるようになったお。そして、2回目からマイキャラちゃんでできるから、ユーチャちゃんの登場だお。ランダムで出てきてくれたのが、カノンにメガネ。この三人が、オラをプリパラへ導いてくれたお。懐かしい。2016年8月5日デビューか。かれこれ半世紀近く経ってるから。わしもジジイになるわけじゃの。あの頃はピッチピッチのジジイじゃったのにの。困ったもんじゃ。さて、まあテンション下がってても仕方ないから。ちょっと、レッドフラッシュでも決めて、テンションを上げるわ。そうだな。今日は、大ピンチの時にレッドフラッシュを決めるとどうなるかを、紹介していこうかを。よいしょ。やばいよー、ち漏れちゃうよー、うんち漏れちゃうよー、どうしよー。こんな時、レッドフラッシュを決めると、逆に漏らした。ちょっとそこ行く農家のおじさん、新鮮な肥やしありますよ。よっしゃラッキー！パンツが熱いなこれ。レッドフラッシュを1位から、おかんがパクパク食べてどんどん減るんだけど、つらった。オラのなのに。そういえば、レッドフラッシュ頼んだからか、心尽くし、梅尽くし、お母さんから広告が来たお。広告っていうか、なんだ、雑誌？ちょっと開けてみるか。よいしょ。あれ、取れない。どういうこと？いいぞ。よし、いい子だ。よし、よいしょ。さて、おー、漫画載ってる。いいね。よいしょ。人物紹介。梅岡さん。このお話の主人公、丸。梅の美味しさを伝える梅の伝道師、丸。梅への飽くなき探求心はとどまるところを知らない、丸。梅岡。真面目で優しい料理上手な梅岡さんの母、丸。一番強い、丸。怒るとご飯抜き、丸。つぶたん。裕次郎。岡畑農園のいろいろなイベントに出没する梅岡さんのことが大好きで仕方ない、丸。ホモなのかな？いや、わからない。見かけたらぜひお声をかけてくださいね、丸。ホモなのかな？わからない。梅娘、ミキちゃん。中身はほとんど男子小学生、丸。男みたいな性格。うまい梅をこよなく愛する、丸。野球に虫取り、釣りが大好き。男やないか、丸。なるほどね。4コマ乗ってるお。よいしょ。渋いね。なかなかに渋たんな。わしの初恋とか。よいしょ。買えと。おぉ、結構た、ん、あ、ん。てかこれ、粒サイズ 2L って何？ M、L。いろいろあるのか。2リットルかと思ったわ、最初。ファックス！ファックスとか基本。コンビニに行かないとないじゃないか。今行けってことか。メンチ？甘い梅。なるほどね。逆にレッドフラッシュ乗ってないんだ。なんか不思議な感じだもんね。梅花ブローチ。すごい。食べ物じゃないじゃん。
バームクーヘンとかあるわ。へえ。梅岡さん。よー。この一コマから察するに、梅娘ニキちゃんはお母ちゃんいない子だったんだおね。というか、ストーリーが、どんどん出来上がっていくんじゃ。いや、出来上がっていくも何もこれ実際にいる人か。この、裕次郎さんも、梅娘のニキちゃんも。それじゃあ、ローソン限定コラボのプリティケ、紹介していこう。対象の好きなお菓子二つと一枚交換でもらえるんだお。そして、これ、何回目のコラボだろう。とりあえずうちに紹介してないのも含めると、紹介してないかな?含めると、2シリーズあるから3回目か、なんかもう一個一番最初の頃のやつ、なんかプリリズコーデっぽいやつがあったはずだから、4回目かな?うん。セブンイレブン何回かわかんないけど、ローソンは多いよね。ローソンとマックが多いんだよね。さて、紹介していこう。ちなみに今回、いつもだったらこの足りない部分は勇気で補えって感じで、なんか適当に組み合わせるんだけど、今回足りない部分がプリパラの公式ホームページで QR コード紹介されてるから、ちゃんとゲットしたやつゲットしてくるんだお。さて、紹介いくお。ロールケーキローソントゥプスと、ラーラのプリチケの友チケの友チケのプリチケと。よいしょ。そして、ジャニスのプリチケの友チケの友チケのプリチケ。からの、ロールケーキローソンスカート。この、甘いもん食べたいな。あ突然胸の部分を掴み出す。何かを引きちぎる。食べる。ロールケーキっていうね、そういう現象が起きれるんだ。グッド。そして、なんだろう。なんか、この、カルピシュスタイル。カルピシュスタイルの服の中じゃ、一番なんかかっこいいような気がするよ。ノンシュガーローソントゥプスと、ノン。からの、ノンシュガーローソンスカート。で、チリシャンシャン。あ、そうそう。このキャンペーン中か。4月11日までかな。プリパラの筐体で、コーデを買うだけやると、上に友チケついてくるっぽいんだけど、その友チケに、この、毎回いなかった方。毎回じゃないかな。まあ、いいや。いなかった方の友チケが出てくるらしいんだお。ランダムだおね。ランダムだおね。まあ、いいか。よし。次は。みかんの肉まんトゥプス。なんだと。肉まん、ほかほかなんじゃ。ほかほかかどうかはわからないけど。で、ガルルのプリチケの友チケ。そして。お?まあいいか。まずこっちから行こうか。みかんの肉まんパンツ。パンツ、丸出しやん。さすがのプリパラ。パンツなら丸出しでも。全然気にしないんだおね。まあ、味吉先生はもはや見せつけてくるからな。大人なのに。まあいいか。てか、ちょっと待ってくれよ、これ。天使ちゃんと悪魔ちゃんがフュージョンしたってこと。なの。天使ちゃん名前、アロマにしたんだおね。なるほど。じゃあ、こっちの悪魔ちゃんは、みかんって名前にしたってことかを。そういうことなの?わからない。これどっちが出てくるんだ?で、筐体から排出される方の友チケは、どっちが出てくるんだ?わからないよ!さあ、次だ。花のプリパリローソンチュップス。プリパリにもローソンがあるってことだよね。多分。で、ファルルのプリチケの友チケの友チケのプリチケと。そして、ふわり茶草の友チケの友チケのプリチケの友チケ。そして、花のプリパリローソンスカート。いいよー。すごい。なんか、ローソン柄が、いい感じに、オシャンティーになってるよね。グッド。で、ラストは、クロスウォークローソントゥプス。クロスウォークとは。そして、男の子のプリチケの友チケの友チケのプリチケ。からの、クロスウォークローソンスカート。なかなかこのクロスウォークシリーズかっこいいんじゃないかを。
さあ、いよいよ次は、最後の、プリパラの排出の最後の、最後のプリパラの排出の、プリチケの紹介だ。おっつ、その前にと。最後かな。プグプグ行こう。プグ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 プやっとヘッドパーツ出たよ。あとはスーパーレアの脚部パーツさえ出ればバンバンジーだわ。出るか出るか。プグ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 。あくまちゃん。プグ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 。天使ちゃんと悪魔ちゃん出たのはいいけど、でもやっと出た。あと脚部パーツ。これは中古で買った方が早いような気がするんだけど、プライドがまだプライドがあったりなかったりなかったりあったり。さて、それじゃこの前の排出動画の続き行こう。出たのがスプリングカミングスカイワンピ。スプリングがカミングするんじゃ。いいよ。にしてもこの、ミュージカルドロシー・クローデ。こんなにグッデストな感じなのに、レア度自体は低いんだよね。こんなにかっこいいのに、弱いってどういうことだ。かっこいいイコール強いでいいじゃないか。で出たのが、フォアブロッサム・シャイン・ワンピ。眩しいんじゃ。そして、ホーリー・スノー・プリンセス・トゥプス。多分、脚部パーツ持ってたから、あと2種類か。2種類だった。暑かったわ。ファルルが着てたやつだっけ？そして、まさかの3種類目を確認。ミュージカルフレアシューズ。あとは、ミュージカルフレアワンピをゲットすれば、ヘッドパーツは統一っぽいから、3種類揃ったんだろうね。よいしょ。モンスターお化けワンピ。ヘッドパーツは結構な種類持ってるんだけど、そういえばボディーパーツは見たことがなかったわ。バタフライスカイスカート。フライ、飛ぶ、スカイ、空。なるほどね。しかもスカート。フライスカイ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 。ロックスタイルレディートゥプスデラックス。違うか。D だから、クズちゃんかな。よいしょ。そして、フロアブロッサムワンピ。このフロアブロッサムシリーズもよーく出るんだよね、最近。よいしょ。そして、ついに撮るものがなくなったから、撮ってみたわ。ウシュバットブーツ。男の子向けの、プリチケ兄弟、ブキガミ。まさか、双子の妹に食われるとは思わなかったわね。恐るべし。あ、ちなみに、こうやって、このスタイルで出てくる、筐体。その名前が、プリチケって言うんだわ。だから今のヒーローバンクとかも、ヒーローバンクじゃない。ヒーローバンクは、殺された妖怪に殺されたヒーローバンクじゃなくて、僕のヒーローアカデミア。僕のヒーローアカデミアとか、ああいうのがプリチケ筐体って言うんだよ。よいしょ。で、お次が、アウドロ・マーティス・カルテ。なるほどね。そして、フォーバー・ムレンゲ・ブート。こんなに揃うんだったらスカートもちゃんと取っとけばよかったもんね。で、最後の一枚。もう取るものもなくなっちゃったから、多分、持ってたであろう。コズミックヘアアクセ。シルバーのヘアアクセはないのかな？あるかどうか。まあいいか。最後に出たのが、プリズンストーンのやつだったわ。最後か。って思ったらまだ半分あった。続きだわ。
最近よく、ランウェイ、ウェイ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 、ランウェイ、ランウェイ、やってたんだけど、まあ、ランウェイ、やったとしても、ランチ系にはそんなにする機会はなかったんだけど、まあ、最後だしね、記念に、ランチ系出してきたわ。ボーカルドールで挟んでるから、みんなボーカルドールになるんだわ。いや、そういう、ね、呪いはないよ。うん。はぁ、出たのが、オトメ着物シューズ。なんか最後の最後になって、オトメ着物シリーズが結構、ちょいちょい、排出画面に出てきたのね。で、最後の一束いくわ。モンスターコウモリシューズ。なるほどね。マリオネットミューレットサイリウムワンピ。よしと思ったら、持ってたわ。つらた。そして、ソワイドペイントパレットスカート。これも持ってたんだわね。マリーゴールドエーガンススカート。エーガンスでガンス。なのに、ノーマルだと。そして、オラの人生最後のプリパラのプリチケ排出動画のプリチケは、トリンクリボンのフォアメレンゲチップス。さっき、スカートにしとけばよかったわ。チュップス。か。終わっちゃったわね。終わっちゃったわ。プリパラのアニメも終わっちゃったし、寂しくなるわね。さあ、パキろうか。最後だから、最後だから、初心に戻って、大事に大事に、一枚一枚パキっていくわ。あ、いいね。あ、よし。よし、いいぞ。神。ゆうちゃちゃん。ゆうちゃちゃん。これでプリパラのゆうちゃちゃんともお別れだおね。つらった。残りあと半分。ドリトモチケもこれでラストパキリだおね。ゆうちゃちゃん。ゆうちゃちゃん。さようならは言わないよ。またね。みんな、今まで。ありがとうだろ。そして、どうしても欲しかったのに手に入らなかったやつ。そういうやつは、コーデチケとか、他の人のマイチケでももうプライドを捨てて買ってきたわ。うん。なんか、オラが運善へかけても手に入んなかったやつが、
普通に十数円とかで買えちゃうからな。まあ、ダブってる人にとっちゃ、いらないやつだからな。ふぅ。オラのプライドは、散ったお。っていうか、最後にここら辺のコーデを、ゆうちゃちゃんにプリパラで着せてあげられなかったことが、心残りだけど、まあ、仕方ないよね。ふぅ。というわけで、よいしょ。チャオ。